しくお願いします。ということで今回はですね、なんとただ呼び出されました。小池宛にビデオレターが来てるらしいので、早速ですがそちらを見せてください。お願いします。どうも、Eジャンプ編集部遊戯王担当の相川です。今日は小池さんにあるご報告がありまして、この動画を撮らせていただいております。小池さん、突然ですけれども、毎週土曜日朝7時半から放送の、テレビ東京系列で放送しているんですが、遊戯王のセブンス、ご存知でしょうか？いや、知ってるよ。まだ遊戯王のアニメやってるんですよ。ということで、なぜ僕が喋ってるかと言いますと、私あの遊戯王セブンスのプロデューサーもやっておりまして、で、プロデューサー視点で今回ご報告というかお願いがありまして、この動画撮影しております。怖いんだけど。突然ではありますが、小池さんに遊戯王セブンスアンバサダーになっていただこうと思っております。というかもうあの事務所 OK 済みなんで、なってください。よろしくお願いします。はい、はい。でアンバサダー何をするかと言いますと、遊戯王セブンスの面白さや魅力をこう世間にもっと広めたいというので、ぜひそれを協力いただければなと思っております。で、まずね、何からしていいか小池さん自身も今多分ポカンとしてると思うんですが分かんないと思うので、今日は、強力な助っ人をその場にお呼びしております。なのでその方にいろいろレクチャーしていただいて、今後遊戯王セブンスを、世に広めるのに、ご協力いただければなと思っております。ではよろしくお願いします。相川でした。いや、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいんだけど。いや、最初重めのトーンから入ったから首かと思いましたけど、よかった、めちゃめちゃ嬉しい。やばー、そんなことある、最高なんだけど。ということで、じゃあ今相川さんが言ってた強力な助っ人が今回来ていただいているそうなので、ちょっと呼んでみたいと思います。強力な助っ人、はい、どうもー、ラッシュマスターの大輔です。すごい、来ましたよ。いや、小池さん最初から最終兵器出してるじゃないですか。もうラッシュデュエルって言ったら僕、はい、人がいきなり登場しましたけれども、嬉しい。これそしてなんと遊戯王セブンスのアンバサダー就任ということでおめでとうございます。いや、ありがとうございます。頑張りたいと思います、本当に。ぜひ頑張っていただきたいと思うんですけれども、いや、めちゃめちゃ一ファンが急にアンバサダーになったんで、いや、もう何から始めたらいいのか分かんない。ちょっと大輔さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、アンバサダー常に最新の情報をチェックしていかなければいけないと思います。はい、ということで今日ご用意させていただきました。下にあります、こちら、ドン、こちら2月13日発売になります、デッキ改造パック宿命のパワーデストラクション、こちらをですね、今日は開封していただきたいと思います。アンバサダー最高。本当ですよ、こんなね、なかなかみんなできないですかね、発売前のパックを開けるなんてこと。僕もちょっとドキドキしてる感じなんですけど。じゃないですか、このパック自体が。はい、パックの開封していきましょう。いきましょう。はい、それでは早速こちらの遊戯王ラッシュデュエルデッキ改造パック宿命のパワーデストラクション開封していきたいと思います。やったー、世界最速ですよ、最速開封。まだ誰も開けたことがないパックですから、重荷です。あ、開けます。どうぞ。おー、ね、入ってるみっちり入ってますから。うわー、かっこいい。今回もではやっていきたいと思います。はい、いくぜ。お、いきます。はい、では1パック目から。まずはマッグマッサー G、そして続いて重機屋戦法、そして重機スターター、そして
左手に剣、右手に盾を。あれこれいきなり知ってます。おこのカード知ってますか。はい、あれなんかラッシュデュエルじゃない時にいませんでしたっけこのカード。いたんですけど、はい、このカード実は小池さんおっしゃってる通りなんですけど、はい、遊戯王の漫画の方に出てきたやつは右手に盾を左手に剣をっていうカードなんですよ。城之内君が使ったやつなんですけど、左手に剣を右手に盾を、はい、あれ逆になってる、はい、すごい。そう1パック目から光ってるカード。わすごいいいですね、はい、これレアリティ的に言うとどれぐらいのもの。これはスーパーレアというもので、ノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレア、ラッシュレア。あーまだ上にあった真ん中ぐらいのいいですね、いいです、幸先がいいです、はいはい。現場の急行、うん、現場兵、ドリザード、現場系が多いですね。そうですね、はい、このパッケージに映ってるこのムツバアサナっていうキャラクターが使ってるその銃器というか、現場、これ幻の刃って書いてますけど、その現場感が、現場感があるやつですね。カードがたくさん入ってるので、はい、はい、続いてはマカル返しの玉、かわいい、ダイブチェンジビーム、いいですね、こういうの入れたいですね。結構トリッキーなカードだと思うんですけど、はい、あ、このカード、はい、なんか種族を変えちゃうみたいな、感じの効果になってて、まあ、それが生きるようにまたデッキをね作らなきゃいけないと思うんですけど、作ってかなきゃいけないですね。そしてティタンの末裔、うん、草原、地圧の爆発、曲がる返しの玉、いいですね、玉入れたいですね。玉いいですね、可愛いですか。玉可愛いですよ。剣楽器、メリケンサックス、あ、うん、こういうイラストが可愛い系の女の子入れていきたいですね、デッキ作るとしたら。楽器モチーフみたいな。そうですね、あのルミンちゃんのデッキみたいな楽器モチーフのやつもいいかなって思います。続きましてこちら、グランドエクストリーム、すごいぜ、キラキラしてる。これはどんなカードになるんですかね。今までちょこちょこカードは追加されてたんですけど、この海というカードがあるんですけど、はい、そういう魚とか海竜とかをサポートするカードで、はい、そう、フードにあるモンスターをフィールドに出しつつ、うん、相手の墓地のカードをデッキに戻すことができるカードになってます。じゃあ墓地から得するようなモンスター使ってる人にこれ使われたら結構きついみたいな。はい、そうですね、かなりきついと思います、これは。はい、セブンスロードマジシャンとか、そうです、そうです、そうです。うわぁ、もう使いデッキはちょっと辛いかもしれない、ね、これは、ね、そういうカードも入ってくるんですね。いいやつ入ってますね。続きまして、はい、こちらですね、銃楽器アンサンブルファイター。お、これもかっこいい。これもあのさっき小池さんが可愛いって言ってた、はいはい、一緒に使えそうですね。メリケンサックスの仲間ですかね、うんうん、楽器シリーズいいですね、はい、まだまだいきます。こちらです、マグマッサージー、そして現場挙兵ビッグローラン、うん、現場封鎖、逃げ惑うアリ。これ面白そう、はい、名前がすごいね、名前面白いですよね、はい、現場も字が違ったりとか、ね、続きましてマグマックスマントルビーラー、お、これも可愛い、うん、アリバディフラッグ、団結するアリ、あれアリシリーズも。そうなんですよ、今回あの、はい、アリシリーズも入ってるんですね。はい、ちょっとアリ面白いぞ、はい、その今先ほど引いてたそのアリバティフラッグですかね、はいはい、あ、これですね、トラップカードも、はい、アリって書いてあるんですよ。あ、ほんとだ、はい、これもアリデッキに入る。はぁ、昆虫族が、はい、特化機トラッペッファー銃器スターター、うん、そして、おお、源流銃器ウォームエクスガンベーダー出ました。なんかキラキラ、これえ、なになに、みんなが拍手してる。これはあの先ほど引いていたスーパーレアより一つ上のレアリティのだって見てものです、ね、輝きが眩しい、うん、もうこれいいレフ版ですよ。レフ版に確かになるかもしれない、はい、そのぐらい光ってるかもしれないですね。しかもこれ、はい、あの攻撃力の上のとこちょっと見てもらってもいいですか。なんかマキシマタック…え、はい、どういうことですか、これは。マキシマムカードというものが、はい、あ、あれ知ってますか。アニメで見ました。そうです、アニメ出てたやつです。アニメ出てたやつ、3枚揃えるとすごい強いカードになるっていうカードの真ん中の部分ですね、これは。おー、はい、これは揃えたいですね、はい、なので、まあ、左側と右側のカード、はい、そして真ん中のカードを同時にこう1枚のカードとして出すことができるカードになってます。これは見たいな、3枚。うわ、嬉しい。す
すごいの当たりました。素晴らしい。マカラ大師の玉、はい、そして弾圧されるアリ。アリが弾圧されてます。弾圧されちゃってるんですよね。虐げられてますね、アリが。団結したりしてるんですけども頑張りたい、はい、昆虫族。続きましてジェリーの落とし穴、うん、続きまして弦楽器メリケンサックス、うん、そしてエンシェントバリア。強いですよこのカード。え、そうなんですか。、はい、教えてください。そういうの、皆さん待望のカードというか、自分の墓地のモンスターをデッキにまず戻すことができるので、うんうん、まあ、一回墓地に送られちゃったカードを再利用することもできるんですけど、はい、さらにもう一つ効果があって、うん、相手のトラップカードの効果で自分のモンスターが破壊されなくなる効果が。ずるくない？そう、相手の妨害に対してさらにこう妨害かけていくような、もっとギラギラにするべきですね。確かにキラッキラにするべきです。手に入りやすくしてるのかなとかマスター的に思ったりなんかも。そういうことですね。とかしてますけど、これでまたねデュエルの戦況変わっていくわけですか。かなり幅広がってますこのカードは。え、こういうなんかちょっと頭脳戦っぽいカードも入れたいですね。いいですね。反逆のアリベリオン。そしてアリですよ、アリですよ。これアリたちの仲間なん、はい、本当に昆虫族。エースモンスターです。おお、アリベリオン。アリベリオン、はい、こいつをエースにしてみんなたちが逃げ惑ったり弾圧されたりしてるんですね。そして最後にこう反逆するというか、ほー、そういう感じのデザインになってますね。なんかストーリーができてるアリたちに。アリたちにストーリーできてます。ツボルケード、あ、これはですねタイプチェンジビーム、うん、さっき言ってた。そうですね、種族を変えちゃうカードです。そしてアロマグマ、かわいい。アロマグマ、癒された。癒された。そしてわー、これはおーすごい。ゲームリュービルドドラゴン、すごい。こちらです。すごい、まだみんなが拍手してる。嬉しい。小池さん持ってますね。本当ですか。すごい。デヴィ夫人クラスですよこれは。すごい。あのね、はい、これラッシュレアです。ラッシュレア当ててます。すごい、やばい。本当だ、触り心地が違う。違いますよね今までのカードと。すごいな、かっこいい。出しちゃうんだもんな。嬉しい。すごい嬉しい。もう大輔さんのリアクションがすごすぎて、俺これすごいやつじゃないって思いました。ワントーン上がっちゃいましたね。あのリアルなデュエリストのやつ出てきて。すいません、デュエリスト出てきて。フィールド魔法カードがあると自分の墓地から、うん、源流族の通常モンスターをさらにフィールドに出せるというカードになってまして、うん、もう出すだけで、まあ、フィールド魔法ある時限定なんではありますけど、うん、モンスター2体分にこうバッとなれちゃうということで。うわ、まあ、単純に強い。単純に攻撃がいっぱいできますね。すごい。しかもこのカード名前見てください。現場って書いてあります。現場、はい、現場監督。今までいっぱいいましたね現場シリーズ、はい、現場監督です。現場監督。すごい、いや、はい、貫禄ありますもんねやっぱり。そうですね、監督感あります。貫禄ありますね。嬉しい。すごいカード盛り上がってまいりました。いやすごい。いきます。いきましょう。こちらです。はい、レザーナイフドラゴン、うん、宝骨のマーメイド、楽器の息吹、血圧の爆発、うん、特上寿司天使ガリブエル、はい、寿司。あのマキスシコというキャラクターがいるんですけど、はい、その子が使ってたカードです。すごい、はい、いや、いいですね。アニメで見てたカードが出てくるとテンション単純に上がりますね、はい、ガリですからね。そうだ、ガリがかかってるって思ってました、はい、しょうがないんですこの。おー、特上寿司、特上寿司天使ガリブエルみたいな。あ、手震える。いきます。はい、じゃじゃん、逃げ惑うアリ。アリ出ますね、いっぱい。アリが、反逆のアリベリオン。現場挙兵ビッグローラン、うん、ジュエリーの落とし穴、現場戦士ショベロン。これも現場戦士で、現場のカードもいっぱい出ますね。現場カード、はい、いいですね。作りやすいですね、うん、現場デッキが、うん、そうです。この箱だけを買ってもね、うん、あのデッキ作りやすいと思うので、うん、ね、マカル返しの玉、うん、現場封鎖。封鎖された。封鎖されてしまう。ブレイカー、血圧の爆発、うん、現場戦士ショベロン。
ン、アロマグマ、弾圧されるアリ弾圧されてるアリバディフラッグ、桃源郷の剣春、お、これもまた美しいカードが出ましたね。名前にちょっと現場っていうものは入ってないんですけど、これも入ってないですね。その源流族をサポートする、源場流たちはみんな源流族という種族なんですけど、それをサポートする、はい、おまた出ました。シンプルなんですけど、源流族のモンスターの攻撃力が400上がります。うわ強え。シンプルに強いです。1500とかのモンスターが1900とかになっちゃう。うわ、倒せそうですね、そのまま。めちゃくちゃ強いですよ、はい、このカード。わー、はい、いいカード。お名字、坂風。はい、急にイケメン来たじゃないですか。急にイケメンですね。ありありありイケメンみたいな、ね、ありありイケメン、そうですね。団結するアリアリが団結した。すごい頻度いいですね、ちょっとアリの物語知りたい、はい、アロマグマ、うん、アリバディフラッグ、逃げ惑うアリ団結したばかりなのに悪性の導き、うんうん、いきます。さあ残りが少なくなってまいりましたが、少ない、あと3パックいきます。反逆のアリベリオン、現場挙兵ビッグローラン、甲骨のマーメイド、レザーライフドラゴン、次元の方向、うん、おー、これも多分源流族というか、はい、現場モンスターをサポートするようなカードになってるんじゃないですかね、うんうんうん、いいです。なんかモンスターだけじゃなくてちゃんとサポートできるようなカードも入ってくるんですね、うん、そうです、入ってます。は、初めて源流族のモンスターが追加された分もあって、結構たくさんの種類の源流族のカードが入ってるかなと思います。楽器の息吹、全楽器、ヌンチャクラリネット、はい、重機や戦法、ブルブレイカー、最新モドリーナ、アニメでね、ガクトが使ってたカードが、はい、結構最初の方に出てたんですけど、ついにこの4弾でカード化されました。そうなんだ、今までカードになってなかったんですね、はい、ついにラスト、ラスト1パックです。いきます。はい、気圧の爆発、現場兵、ドリザード、ジャイアント革命。お、これはアリじゃないですか。ですね、これは革命を起こしたぞ、はい、アリたちが。ついにあのアリが革命を、はい、弾圧されてばかりじゃないですね、はい、ちゃんと反撃もするという、はい、世紀末重戦士伝説、そして管楽器ファーゴットフィンガー、こちらもキラキラしてますね、はい、ウルトラレアですね、はい、ウルトラレアのカード最後に来てくれた、はい、ウルトラ。これも楽器系の強力なモンスターになってます、はい、最初に目をつけてた楽器系の、はい、おー、いいですね。結構なんかまんべんなくいいカード出てますね、はい、出ましたね、すごい。いやー、緊張した、楽しい。でもないですかね、こんな発売日、そうですね、貴重なパックを開けさせていただきました。いや、すごい。大輔さん、もうこれめちゃめちゃいいデッキできそうですね、うん、いや、もうほんといいカード目白押しでしたね。現場にしようか楽器にしようか、うん、ちょっと迷っ、エースをどっちにしようか迷ってるって感じです今も。なるほど、これでデッキ作るの。はい、小池さん、はい、こちらのカードなんですけども、はい、誰も差し上げるというふうには言ってないですよね。おい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 、鬼かよちょっと僕も鬼かなと思うんですけども、鬼かよ大輔。アンバサダーだったらぜひ自分の手でね、ーカードを、そうですね、集めていただきたいなと思っておりまして、すごいいいカードを引いていただいたんですけど、視聴者の方にプレゼントということにお願いです、大輔さん、ラッシュレアだけでもください。視聴者の方にプレゼントということにいたしましょう。それではじゃあこちら、はい、今回開封した、遊戯王ラッシュデュエルデッキ改造パック宿命のパワーデストラクション、うん、開封したこのカードたちを視聴者の皆様にプレゼントいたします。プレゼントいたします。応募方法はですね、 V ジャンプレイに登録してこちらの動画の Vlog をご覧ください。応募お待ちしております。ぜひ応募してください。応募しなくてもいいんですよ、みんながしなかったらそうです、それがもしねなかったらそうですよねこういう流れでこのままでいいんですよ皆さん、無理して応募しないでくださいねぜひ皆さん応募してくださいよろしくお願いします。ということで第2回も皆さんお楽しみにしててください、はい、せーの、またねー。